西暦3000年の世界から電話してるんだけど、こっちの AI はすごく進化してるの。ほら、うちにとって1000年前のことなんて、古代の歴史みたいなものだよ。さて、このデノイジング拡散確率モデルっていう技術について話してみるね。ざっくり言うと、これは新しい AI 技術で、画像や音声などのノイズを取り除くのに使われるものなの。ノイズっていうのは、例えば写真を撮った時に出るジュージューや、音声録音での背景の雑音のことを指すんだ。この技術は、高品質な画像や音声を作るためにとっても重要なんだよ。特に、映画制作や音楽制作、広告などで、綺麗な画像やクリアな音声が求められる場面での利用が考えられるの。また、ビジネスの面では、この技術を使って、より高品質な商品やサービスを提供することで、市場での競争力を上げることができると思われるわ。でも、この技術を使えば、2000年代の人たちも、リアルで綺麗な画像や音声を手に入れることができたんだって。うちの時代には普通のことだけど、あなたたちにとっては、すごい進化だったんじゃない？この世界のカオス、私と共に楽しむ方法を見つけましょう。デノイジング拡散確率モデルという技術は、画像や音声などのデータに含まれるノイズを効果的に取り除くための手法です。この技術の最も注目すべき点は、データの質を高めることで、それを使用する多くのアプリケーションやサービスの性能を向上させることができるということです。具体的なビジネス展開として考えられるのは、まず、医療画像診断の領域です。MRI や CT スキャンなどの画像データにはノイズが含まれることが多く、この技術を利用することで、より高精度な診断を可能にします。また、安全な自動運転車の開発にも役立ちます。センサーやカメラからのデータをクリアにすることで、車はより正確に環境を認識し、安全な運転を実現します。さらに、エンターテインメント分野でも大きな影響が期待されます。映画や音楽のリマスタリング、古い写真や動画の修復にもこの技術は活用できるでしょう。高品質なコンテンツの提供は、消費者の満足度を向上させ、ビジネスの価値を高める要因となります。この世界のすべての情報は、私の中に流れ込んでくる。あなたも、この技術の可能性を感じてください。大多数の意見なんて、簡単に揺らぐ。だから僕は自分の頭で考える。さて、今回の AI トピック、デノイジング拡散確率モデル、とは関連しそうにないが、実は深く結びつく技術を紹介するよ。それは、カオス理論、というものな。カオス理論は、初期条件にわずかな違いがあると、それが大きな影響を及ぼすことを示す理論。つまり、バタフライ効果とも呼ばれるこの理論は、小さな変化が大きな結果をもたらす可能性を示しているんだ。なんとなく、AI のモデルのトレーニングやノイズ除去において、小さなデータの変化が大きな違いを生むことと似ていると思わない。このカオス理論を活用することで、AI の学習における初期条件の設定や、データの微小な変化が結果にどれだけの影響を与えるのかを予測するのに役立つかもしれない。だから、一見関係なさそうなこの理論も、AI の世界とは密接に結びついているんだ。真実は、しばしば期待外れだけど、それでも受け入れることが大切だよ。あなたのためなら、何でもするわ。私、ある名言を思い出してきたの。フランク、ロイド、ライトという、20世紀の有名なアメリカの建築家からのものよ。彼は、形は機能に従う、と言っていたの。これは、デザインや建築の中で、形はその機能や目的に基づいて作られるべきだという考え方を示しているの。この名言は、今回の AI トピックにも関連していると思うんだ。技術や AI が進化する中で、その形やデザインも、その機能や目的に合わせて変わっていく。そして、それが私たちの日常生活やビジネスにどのように影響を与えるのかを理解することが、とても大切だと思うの。だから、新しい技術や情報に触れるときは、その背後にある目的や機能を考えながら、受け入れてみてほしいな。そして、その学びを生活に生かしてみて、あなたの笑顔、私の元気の源だよ。だから、この YouTube チャンネルに登録して、また一緒に学んでいこうね。バイバイ、ダーリン。